こんにちは、ずんだもんなのだ。ずんだもんはお金なしなのだ。寮に住んでバイトして、ようやく自作でパソコンを組んだのだ。でも最新のはお金もないから組めなかったのだ。コメットレイクと H570RX6600XT で組んだのだ。ところで、Mac ってかっこいいって聞くけど、かっこいくてもお高いのだ。そんなお高い Mac なんて買えないのだ。使っても見てないものをお高い Mac なんて、買ってもどうするのかよくわからないのだ。でも世界の人から聞くと、実はずんだもんの自作パソコンでも動くって聞いたし、今まで結構頑張ってやってきたのだ。というわけで、今回は最新の Mac の OS のベンチュラをずんだもんの自作パソコンに入れてみるのだ。こういうのをハッキントッシュっていうのだ。でも面倒なことは嫌だから、ハッキントッシュはすべてフィクションなのだ。今回は僕の自作 PC に MacOS ベンチュラをインストールするのだ。なんだか周りの YouTube を見てみると、一発で時間がかかってダウンロードした挙句、 USB メモリーインストーラーの直し効かないので動かないっていうような、2時間もかかってインストールしても動きませんとか、その場限りのやり方もあるのだ。これで動きますとか言って、2時間もインストール OS のダウンロードを1回だけ待った後にダメでしたなんて、もうやる気が失せるのだ。そんなんじゃやってられないのだ。だから僕は世界のみんなから聞いたように、インストール用の USB メモリを作るためのマザーマシンをこの前用意したのだ。この方法で VMware でベンチュラが動いていれば、これをマザーマシンに使えるのだ。マザーマシンが一つ動いていれば、USB メモリーインストーラーをきちんと作れるので、ダウンロードして USB メモリに入れることができるから、動かない時も後でそのために使うオープンコアを直せばいいので、何度もお試しできるのだ。元になる大きな Mac のインストーラ部分を1回だけ読めばいいわけになるので、動かなかった時の直しは簡単なのだ。ただ一つだけ言っておくと、 NVIDIA の GPU は無理なのだ。むしろ単純に、ずんだもんでも手に入った RX6600XT とか RX560RX570RX580 だとうまくいくし、お金なしだったらむしろ IGPU の方が動くのだ。ただしIGPU は実はコメットレイクまで動くのだ。そしてベンチュラは、簡単に言うと2017年以降の Mac から動くので、まともに動かそうとすると CPU はハスウェルからなのだ。ただ頑張ればオープンコアレガシーパッチャーなどで IB ブリッジからも動くので、6800円のノートパソコンとかで動いちゃうのだ。さて、前置きの説明はここまでなのだ。早速僕の自作パソコンで USB インストーラーを作る一連の動画で説明するのだ。みんなが動かなくて困ると思うオープンコアなどのブートローダーについては、ジェネリックに動くやつも途中で紹介するのだ。まず前に作った VMware のベンチュラを動かすのだ。ベンチュラなのだ。VM だと起動が遅いので適宜カットもしてるのだ。起動したら全画面にしてみんなに見やすくしたのだ。ログインもちょっと時間がかかるのだ。
まずサファリを動かしてベンチュラ本体をダウンロードするツールを手に入れるのだ。このウェブページを探すのだ。この文字を押してダウンローダーを探すのだ。ここに見当たったのだ。 MIST というダウンローダーなのだ。 GitHub にあるようなのでリリース版を押してインストーラパッケージをダウンロードするのだ。普通にクリックしていってインストールするのだ。ランチャの画面からこの MIST を起動するのだ。インストーラーズタブをクリックしてベンチュラの最新リリースである 13.0.1 のダウンロードボタンを押すのだ。ダウンロード先はアプリケーションフォルダにするのだ。ここからは結構時間がかかるのだ。インターネット環境によって数十分から2時間くらいまで。これが一発屋さんインストール動画の読み込みの失敗の原因なのだ。全部終わったのだ。さて、インストーラーを読み込んだのでランチャでインストーラーが確認できるのだ。ここで 32GB 以上の USB メモリを挿すのだ。差し込むと仮想マシンに接続するか聞かれるのでそうするのだ。認識された USB メモリはディスクユーティリティを使って消去するのだ。名前は後で使うので USB としないといけないのだ。さて今度はこの USB メモリにベンチュラの本体をインストールするのだ。打ち込む内容を間違えないようにアルファさんのページのハッキントッシュ夢日記を参考にするのだ。ここのハッキントッシュの歩き方カッコ2を参考に見るのだ。インストーラーで USB メモリに書き込む際のターミナルで打つ文字を後でコピペして使えので楽ができるのだ。こんな風に途中まで打ってタブキーを押すと自動保管されるのだ。またインストールと打ってタブキーを押せばインストーラーの全体の名前が保管されて出てくのだ。この要領でこんなところまでいけるのだ。後の部分は保管では出てこないのでアルファさんのページからコピペすれば OK なのだ。意外と簡単にいけるのだ。エンターキーを押すとパスワードを聞かれるので打ち込むのだ。ここからも時間がかかるのだ。USB メモリは書き込み性能のいいのを使うのだ。古いのは書き込みが遅いので新しいものを使った方がいいのだ。さて今度はブートローダーを入れる EFI というパーティションを表示させたいので EFI エージェントを探してインストールして起動するのだ。こんな風に GitHub にあるのでダウンロードして
アプリケーションフォルダに入れて飛躍をしておくのだ。トップバーにそれのマークが出るのだ。早速 USB メモリの EFI パーティションを開くのだ。ここに EFI フォルダに入ったブートローダーを入れたいのだ。この自作 PC の場合、アルファさんが作ってくれたのを入れればいいのだ。サファリを開いて MIFJPN GitHub と検索するのだ。この文字を探してクリックするのだ。この自作パソコンのオープンコアがあるので ZIP でダウンロードするのだ。ちなみに MIFJPN はアルファさんの GitHub での名前なのだ。ダウンロードができたら、オープンコアの方を USB メモリの EFI パーティションに入れるのだ。正しい名前 EFI に直すのだ。これでブートローダーはバッチリなのだ。きちんと全部取り出して割るのだ。今使った EFI はこの自作 PC に合わせて作った専用のものですが、オラリラにはジェネリックなブートローダーがあるので、それを紹介しておくのだ。ここの部分とか、この部分はノートパソコン用となっていて、クローバーではこの部分で、それで終わりなようなのだ。これらを使っても動かない場合、ハッキントッシュ、CPU 名、EFI とか、それに加えてチップセット名、EFI とかで検索するといいかもしれないのだ。さて、これで USB メモリインストーラーは整ったので、自作パソコンにインストールするのだ。自作パソコンに USB メモリインストーラーを挿して、 F8 ボタンとか、みんなのマザーボードにあった自動選択画面を出して USB メモリを選択するのだ。まずはじめにオープンコアのメニューが出るので、はじめはこのメニューを選ぶのだ。起動に成功すれば、この Mac のインストーラー画面が出るのだ。まず、ディスクユーティリティを使って、インストールしたい SSD を消去するのだ。ディスクユーティリティを閉じると、メニューに戻るので、上から2つ目のベンチュラのインストールを選ぶのだ。このベンチュラのインストール画面が、出るので、続けて今消去した SSD を選んでインストールが始まるのだ。途中で何度か再起動するけれど、その時も F8 などの起動選択キーを押して、毎回 USB メモリからの起動を維持しておくのだ。そして MacOS インストーラーのメニューが出る限りこれを押し続けるのだけど、途中でそのメニューはなくなるから、そうなったら自分で名前をつけた SSD の名前のメニューボタンを押すのだ。なお RX6600XT とかの新しく仲間に入った GPU は
たまに起動途中からの表示がなくなる時があるようなので、そういう場合はアクセラレート起動が一度できることが必要なようなのだ。だから初めてならもしかすると思い切って IGPU でインストールまではした方がいいかもしれない場合もあるかもなのだ。これは僕が思うにファットエバーグリーン KEXT の問題だと思うのだ。さてさて、一通りのインストールが終わるとこの画面が出るのだ。ここまでいけばもう一安心。いくつかある設定項目をスキップできるものはスキップして設定してしまうのだ。次はログインしてからの設定なのだ。 USB メモリにはオープンコアは入っているけど、まだ SSD の方に入っていないので起動設定できないのだ。だから EFI パーティションを開いてコピーするのと、あとはシリアルナンバーを変えないとみんなの Mac が自分の Mac になってしまうのだ。じゃあ始めるのだ。まず EFI エージェントをインストールするのだ。サファリで検索して GitHub からダウンロード。そしてアプリケーションフォルダに入れて開くをできるまでしてから、トップバーに出た後にランチアットログインも選んで、これから先も使えるようにするのだ。次はオープンコアコンフィギュレーターをインストールするのだ。同じようにサファリで探してダウンロードページでボタンを押すのだ。このボタンなのだ。広告は閉じてダウンロードを許可。これでダウンロードされるのだ。そうしたらやっぱりアプリケーションフォルダに入れて開くのだ。ここでちょっと注意するのが、使っているオープンコアなのだ。087デベロッパーバージョンなので、あらかじめ設定しておかないと動かなくなるのだ。もし後のバージョンになってもこういう細かいところに気をつけないといけないのだ。さて、まずは USB メモリの EFI を開いてコピーするのだ。ここに見えるのが USB メモリ側の EFI パーティションなのだ。デスクトップにポイでコピーでいいのだ。USB メモリの方は閉じて、今度は SSD を開いたのだ。 SSD の方にデスクトップにあるのを覚えなのだ。ここのコンフィグ P リストをオープンコアコンフィギュレーターで開くのだ。左のプラットフォーム、上のデータハブを押して、下のモデルの選択から iMac20.2 を選択し直せば新しいシリアルなどが作られるのだ。セーブして新しいシリアルナンバーなどで自分の Mac ってことになったのだ。最後に BIOS の設定でこの SSD から起動するようにすれば、ちゃんとこの SSD のオープンコアから動いてベンチュラが動くのだ。ログイン画面から入ればこの通り、ズンダモンの自作パソコンでもベンチュラが動いたのだ。今回はこれでおしまいのするのだ。長い動画を見てくれてありがとうなのだ。